はい、皆さんこんにちは、なみきです。今日もあのプロに来ていただいておりますので、早速お呼びしたいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮瀬博文プロです。お願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、今回もいろんな企画やっていきたいんですけども、はい、まずはあのおなじみの PJ ポーズ、よろしいですか。任せてもうだんだんね、慣れてきてらっしゃいますので、じゃあ真ん中でお願いします。はい、それでは早速いきたいと思います。せーの、 B G A チャンネル、イエーイ。いい感じです。今回の企画が、はい、自分解説ラウンド。はい、続いてのホールはこちら451ヤードのパー4とさせていただきました。はい、こちらこういったことはよくあるんですか。そうですね、もともとこの9番はね、はい、あのパー5、パー5って、ね、通常営業はね、はい、パー5になってるんですけど、そこをパー4で、あのトーナメントだと、はい、まあコースのコンディションであったり、うんうん、やはりこうちょっと難易度を上げるためにね、あ、はい、なるほど、ロングホールをミドルホールでね、やることがね結構多いんですよ。あ、そうなんですね。はい、ってことはちょっとレベルアップ。50歳でシニアで451ヤードミドルはね、ちょっと難しすぎます。あ、そうなんですね。はい、すいません、ちょっと難しい状況で。みんな意地悪してる。本当ですね。はい、プロの見たいんですよ、きっとその頑張ってる姿といいますか。見せてやるか。はい、いいですか。はい、すいません。あれ、風がアゲンストになってきました。気づいた。はい、めっちゃ来てますよ。アゲンストなのよ。はい、だから実質451ヤードだと、実質ね、このアゲンストだと460から470弱ぐらいの感じの長さになります。ちょっと確かにパー4ってね。そうでしょ厳しいですよ、皆さんで、まあこうここでこうやって伏線を引いとくと楽でしょ。そうですね確かに気持ち的にはちょっと楽になるかもしれませんので。そう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 、アゲンストが大変なんですよっていうのを言っとくと楽です。そうですね、じゃあちょっと、はい、難しいんですけども、やっていただいてもいいですか。はい、では行ってみます。はい、お願いします。はい、お願いします。少し風はね、アゲンストで、左サイドから多分アゲンストになると思います。これ狙い目としては、狙い目は、はい、左グリ、あのヘアウェイの左サイドにこう、こんもりした木がありますよね。ちょっとラフか、はいはいはい、ラフに入ってますけど、はい、まあ、あっちを狙いたいですね。右に落としてしまうと、やっぱりこうボギーになってしまう確率が高くなるので、はい、やはりこう右に落とさず、左サイドにセーフティーに打っていきたいと思います。わかりました。はい、はい、お願いします。おー、ナイスです。ありがとうございます。いきます。さあ、続きましてこちら2打目地点に来ました。はい、はい、結構これどうですか、感触です。飛んでるんじゃないですか。これはね、いい当たりでした、このティーショットは。お見事です。残りが185ヤードピンまで。結構飛んでますね。ちょっと上りかな、はい、上りの、はい、実質190ぐらい打たなきゃいけない感じじゃないですかね。あ、そう、風も左からのアゲンスト、左からアゲンスト、うん、で風も入れると、まあ、200ヤードお、まだまだ残ってますね。はい、上の感覚だと思います。さあ、ライの状況ですけども、はい、まあヘアウェイなんですが、はい、やはりここもですね、前下がり、前下がり、あ、はい、で、ま、若干左足が上がってますかね。ほう、はい、となるとクラブはどうされますか。はい、22度の 4U UTT の4番ですね。ほう、はい、これまた左足が上がってるって今おっしゃってましたけど、うんうん、何か気をつけるポイントあるんですか。まあそうですね、まあ左足が上がってる分、体重移動っていうのはやっぱりこう少し抑えられてしまうので、はい、まあ、そこら辺は体重移動を左しなくても右サイドでこうパンって回れれば、クラブはね、うまく抜けていくんじゃないかなと思います。これをこう平坦と同じように左足が上がってるように回ろうとしても、やっぱりこうロックかかるじゃないですか、はい、ね、それと同じように上半身も同じように使ってしまうと、やっぱりこうアッパースイングで体左サイド止まってしまうので、左は固定させておいて、上半身だけでもこう回転させるっていうのがちょっとイメージにはあります。わかりました。これ狙い目はもうピンですか、それとも、うん、ピンに向いて打ちますが、はい、最終的にはあのピンのちょっと右に落ちてくれると、左からの風なんでね。ああ、なるほどなるほど、はい、それで最後持っていかれてっていうイメージですね。わ、はい、かりました。じゃあお願いします。はい、行ってみます。
さあプロじゃあお願いします。いきます。はい、お願いします。どうかな、うん、ちょっと行ってないかな。どうでしょう、手応え的には、ね、いや感触はあんまり悪くなかったと思います。ピンの右サイドにうまくこう飛んでってるんですけど、はい、でもね思ったより風が吹いたので、うん、はい、もしかしたらピンまでは行ってないというかグリーンまで届きましたかね。どうでしょう。そうですね、すみません、私も落ちたところがちょっと見えなかったんですけど、ね、見えないですよね、はい、でもね感触的にはあんまり悪いショットではなかったです。お、良かったです、それは、はい、本当に。こういった風の時って、うん、はい、何かやっぱどうしてもこう低く出すとかっていうことも考えたりするんです。今結構高い球だったんですけど、うん、今は高くなりましたね、はい、まあ、今のは左足上がりちょっとアップヒルのとこだったので、はい、球を低く打ちにくい場所でした、はい、うん、そっかそっかそっか、はい、ライ的に、うん、そうですね、あれがもう少しこう平らな場面だと、はい、そうですね、球を少し通常よりも1個か2個中に右サイドに置いて、はいはい、右サイドに置いていつもと同じようなスイングをすると自然に弾道が低くなります。なるほど、うん、そこの球の位置だけで変えられてるって感じです、ね、うん、はい、じゃあプロ、こちらがこれからパットですけど、はい、ちょっと長いそうですね、これで10メーター、うん、15メーターぐらいありますかね、はい、まあ、今日はこうピンがちょっと左奥に切ってあって、はい、まあ、ピン、はい、真横曲がって飛んできてますね。ですね、はい、まあ、この場合だと、まあ、こうグリーン上をこう上がってくるときにもうすでにこうラインをちょっと見ながら、あ、なるほど、はい、来てます。もう見てるんですね、はい、さあどういう、これとですね、まあ、ここからもう見て分かるように若干スライスだと思います。若干スライス、はい、はい、ほぼまっすぐですか、平らですか。そうですね、いや、カップに対しては、上りですね、上り、うん、上りの少しスライスするかなという感じです、はい、まあ、こうやってこうラインがこう分かりづらいところは、はい、カップの2ヤードぐらい手前でここら辺からちょっと曲がるかなとかってイメージを出してこうボールの後ろに、確かに、はい、あそこでこうやってよくプロやられてます。やってますよね、途中でね、うんうんうん、でさっきと同じように、はい、カップからずっとこのぐらい曲がってくるかなっていう角の線を引っ張ってきて、はい、ここって何かこう目印をつけて、はい、つけてそれに対してフェースを合わせます。あ、これ来た。あー、惜しい。さあ、これ来た。あー、惜しい。うん、だから今もね、はい、だから自分が思った通りに打ってるんですけど、ラインの読み間違いで入らなかったってことですね。めちゃくちゃ惜しかったですね。うん、悔しい。まあでも逆に言うと、うん、自分が思った通りに打ててるっていうことは、確かにこうラインさえこう読めてくればこう入るということなの で、 そ、 うです、ね、そこら辺はねこうプロは前向きに考えたりするんですよ、試合中ね、確かに、じゃないとね、うん、ポジティブに考えないとネガティブになってきますからね、はい、はい、じゃあ最後のパットお願いします、はい、ちょっと待ってください。ではいいですか。お願いします。はい、ナイスです。はい、ありがとうございます。はい、なんとかパーで上がれました。はい、はい、いや、でもお見事だったんじゃないですか。どうですか、初めてこういったね、うん、自分解説ラウンドみたいな感じで、あー、そうですね、やっていただいたんですけども、はい、うん、まあ、自分で自分のことをこう解説するのってなかなか難しいなというのは思いました。本当ですか。うん、そうですね、うん、やっぱなんかね、自分で宣言して、はい、それを打たなきゃいけないっていう、なんか次プレッシャーに変わりそうな気も私は見ててすごいしたんですけど。あ、なるほどね、自分で自分にプレッシャーかけてるよね、な感じは私はですね、したんですけど。宣言しなきゃいけないですからね。そうなんですよ、うん、どうでした、そのあたりは。うん、言われた通りでした言われる通りでした。うん、なるほど、ね、いやでもこういった形でね、多分プロのプレーってなかなか見ることはできなかったと思うので、はい、視聴者の皆さんもたくさん
アドバイスというかいただいた感じになってあのためになったと思います。はい、ためになったと思いますので、まあ、そう言って言っていただけたら嬉しいですね。はい、はい、ということで、まあ、こんな感じでやっていただきましたけど、はい、またあの違う企画もまたまたご用意していますので、はい、ぜひまたお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで今日は宮瀬プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そして SNS もぜひフォローしてください。